どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は CP プラス2024に行ってきたので、まあそれのね、動画を少し振り返りながらも、感想をね少しずつ話していきたいと思います。まあ今日はね雑談みたいな感じになるんですけど、結構ねこうカメラ業界とかのこう様子が伺えるというか、まあそういうのが CP プラスでもあり、無料で楽しめる素晴らしいね、イベントにもなっているので、まだね日曜日の明日までやっておりますので、まだ行けてない方は、ぜひね無料なので行っていった方がいいんじゃないかなと思います。それではですね、 CP プラスの見どころについて簡単にね僕が言ってきた感想も踏まえてお伝えしていこうと思う。はい、ここからはね当日の動画を振り返りながら話していきたいと思うんですが、毎回ね僕パシフィコ横浜に結構午後からね行くような形で、ランチをねいつもみなとみらいのアメリカンハウスっていうところで食べてます。ここねめっちゃ美味しいんですよ。 CP プラスね、まあ明日行く人とか、まあ来年ね、行きたいなとか思ってる人もご飯ねこのアメリカンハウス行ってみてください。めちゃくちゃ美味しいんで、しっかりねご飯食べてから行った方が CP プラスも楽しめますし、本当にねいろんなね料理があるので、誰もがもうみんながね食べててね好きな味なんじゃないかなと思います。ちょっとね話それてしまったんですが、パシフィコ横浜の方に向かっていきます。はい、ソニーのブースにまず最近に僕は行きました。まあいつも通り、まあモデルさんの数とかあんまり変わらなかったんですけど、もう本当ね当日体験したのは2日前かな、発売された2450の F2.8 の G レンズになるんですが、440g とかで結構軽かったですね。 α7CR に、使いながら試していたんですけど、まあやっぱりね結構良かったんだよね。すごい欲しくなったんだけど、どうだろうなと思って、動画用として考えた時にちょっと微妙かなっていうことも考えた。だけどねめちゃくちゃいいレンズなのよ。これがね悩ましい。ただね、もし予算がある人で、まあこれからカメラ、標準レンズで何かこう買うってなった時に、まあおすすめできる一つかなと思う。やっぱいいのはね、24mm の画角の広さが撮れるのがめちゃくちゃ魅力だなとは思いました。今回ソニーブースすごい広かったんですけど、フェンシングのね、撮影が360度囲んでできたりだとか、α9-3 に 300mmF2.8 のレンズをつけて、体験できるスペースが結構注目されてたかなと思います。広々していて過ごしやすいブースでしたね。ニコンのブースはね壁を設けてるので、ちょっとね窮屈なイメージがあって、ちょっと目新しいものとかもなくて、あんまり立ち寄る感じではなかったですね。今回一番楽しかったのは富士フイルムのブースです。 X106 が試せて、まあ中はね結構和な感じのテイストが印象的だったのを覚えてます。結構これもね良かったね。で、X106 が、2つのカラーちゃんとブラックね、シルバー試せるようになっていて、一番ね、このブースで時間を、過ごしたかなと思います。X106 がね、もう持った瞬間にわかる、なんかこう、所有感みたいなものがあって、で、やっぱりこのね、クラシカルな見た目なんだけど、なんかこう、デザインが少しこう、現代的で洗練されているような感覚があって、しっかりとねこのダイヤルを回した時の感覚とかっていうのもなんかこうロマンを感じさせるものでしたね。モニターも綺麗で、ファインダー覗き込んだ時にやっぱりねこう電子ファインダーとかと切り替えができたりするので、そこもねめちゃくちゃいいなって思いました。いやーこのカメラはね絶対に買いたいなっていう一台になったと思います。今回 X106 で、X シリーズとしては初めて使えるようになったフィルム、シミュレーションリアラエース、これを体験することができました。このリアラエースの、描写力というか、まあ映し出したねこの写真に関しては、まあ、サイドがね結構やっぱりはっきりしていて、ただね4000万画素のこの X106 の力によってで、なんだろう、こうやっぱスマホとの差別化がちゃんとできてるぐらいパキパキ、サイドもビカってしてるし、なんかそこがねなんかこう素人なんだけどプロが撮ったような写真にもう一発で仕上げてくれる、
このフィルムシミュレーションがやっぱり素晴らしいなっていう風に改めて使ってみて感じることができました。最高。本当にこのカメラね、みんな多分試した人ね、欲しくなったんじゃないかなと思います。はい、キヤノンのブースに来たんですが、まあ、去年と比べると BMX とかで結構派手なねブースだったんですけど、今回はね少し控えめなのかなっていう気はしました。で、まあそれなりにブース広いはずなんですけど、ちょっとね窮屈な感じがして、新しいレンズとかそういうところも発表されてない分、なんかこう個人的にはなんか注目するところがなかったなっていう印象になります。はい、そして一番かっこいいブース、シグマの、グレーを基調とした、ブースになっていました。 15mmF1.4 の魚眼レンズとか、あと 500mm の、ね、F5.6DGDN の、望遠レンズを試すことが、できるようなものになっていて、まあ、本当にねすごいレンズだなって改めて思いましたね。解像感がやっぱシグマって他とはもう別物だなって感じました。去年ねぶた祭りのね撮影を体験できたタムロンにやってきましたが、レーシングカーを今回撮影することができました。そしてねニコンの Z8 にタムロンをつけて撮影する機会があったんですが、こうニコンとタムロンの相性めちゃくちゃいいので、これからすごい期待できます。はい、次に OM システムに来たんですが、OM-1-2 ですね、これに望遠レンズ 1200mm のこの野鳥撮影体験、これが素晴らしい。そしてね他にもねこういうライト、まあ、カメラアクセサリー系が見れたりだとか、まあ、僕もねずっと顔を多く迷ってる種類のねレンズが体験できたりだとか、まあ、本当にね面白い一日になりました。これが無料だよ。まあ、他にもですね、いろいろね真ん中のブースに、まあ、いろんなね、まあ、写真展のねコンテストの結果とか、まあ、いろんなねこう写真の展示のブースがあったりして、まあ、そこら辺も結構ぎゅうぎゅう詰めだったなっていうのは思いますね。ぎゅうぎゅう詰めで、相変わらず座る場所はないので、なんかいろんなこう小さい講演会みたいなのがやってるんで、そこのパイプ椅子で座ってくださいねみたいな感じでした。まあでも個人的にはなんか僕写真のフリースペースみたいなの欲しいなとは思うんですよね。なんかすごい CP プラスってブースの中で楽しんでくださいねみたいなのがやっぱり、まあどこもそうだと思うんですけど、イベントってブースそれぞれ入ってそれぞれ楽しんでくださいねみたいなあったんですけど、なんかせっかくならなんか中央スペースじゃなくてもいいかな、端のスペースでもいいんですけど、なんかこう写真のコミュニティエリアみたいなの作ってほしいなってめっちゃ思うんですよね。なんかこうそれぞれのメーカーの好きな人がそのメーカーに行って、あ、目新しいもの行ってなんかこう楽しんだりするのもちろんいいんですけど、なんかもうちょっとこう CP プラスに来て、なんかそのメーカー問わずなんかこう楽しめるようなこうブースがあった方がいいなっていうこう思いました。なんかなんだろうね、なんかそういう体験、なんかこうコミュニティ的な体験ができたらいいなっていう風にはめちゃくちゃ思ったんですけど、まあでも どうなんだろうね、わかんない、なんか、何が正解なのかってやってみないとわかんないじゃん。だからなんかでもそういうのは別になかったとしても、僕はねめちゃくちゃやっぱ CP プラス楽しめました。なんだかんだいろいろ言ってますけど、でもやっぱ一番楽しかったのは富士フイルムやばうまいね、プロモーションが海外でもめっちゃ受けてるじゃん。やっぱりそこがねなんかこう実感できるブースだったんで、僕はねぜひ明日ね CP プラス行く人は富士フイルム絶対寄ってほしいかな。で X106 を試して、チェキの印刷とかを試したりとか、あとはそれぞれ最新のシステムとかをいろいろ試してみたり、まあカメラね今購入するの迷ってる人とかも絶対行った方がいいかなと思います。行くことによって、うわカメラ業界ってこんなに楽しんでる人がいるんだとかっていう、そのコミュニティを体験するのってめちゃくちゃ、なんか僕は1年に1回会った方がいいかなと思います。やっぱりこう写真ってさ、まあ、もちろん友達と撮ったり、家族を撮ったりとか、
もあるし、まあ一人で楽しむっていうのもあると思うんですけど、カメラの楽しみ方ってたくさんあるので、なんかそれの一つとしてああいうイベントに行くっていうのは、僕はね、こうカメラを楽しむための、まあ、一つのこういいところなんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひね CP プラスまだ行けてない方は、明日日曜日最終日になってるんですけど、無料なんでぜひ行ってみてください。もう絶対行った方がいいと思う。僕のねチャンネル登録してる人、まあ時間がある方は絶対行ってみてください。横浜のねパシッコ横浜でやってるんで、みなとみらい駅から歩いて5分ぐらいの場所になってくるので、あのぜひ、行ってください。絶対行った方がいい。うん、でもね、この動画絶対メーカーの人見てないけど、絶対見てないんだけど、絶対メーカーの人は CP プラスに合わせて新製品出した方がブースは盛り上がるので、それをぜひ、これからの戦略に組み込んだ方がいいと僕は思います。宣伝にもめっちゃなると思うんで。はい、ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。よかったと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。